って2位です。さあ日本の高橋大輔登場です。ショートプログラム終わってトップです。大輔高橋、かなり緊張していたというこの高橋大輔、フリーの演技はどうでしょうか。5回目のグランプリシリーズ出場、優勝が近づいています。ラフマニノフのピアノ協奏曲第2番、よくエッジが滑ってますね。動きがいいと思います。ショートプログラムではやらなかった4回転、両足の着氷でしょうか。まあ、でも今のは、オーバーターンしてますけれども、4回転の認定はしてもらえますね。トリプルアクセル、トリプルトーループ。キレのいいジャンプです。トリプル、ダブル、ダブルというのが予定のジャンプです。トリプルルッツ、トリプルトーループ、トリプル、トリプルできました。こういったスピンいかがですか。スピンの、回転軸が、本当にブレなくなりましたね。予定ではトリプルアクセルでした。トリプルループ、もう一つトリプルがあります。トリプルルッツ、去年までですと終盤に乱れるようなところがあった高橋。いろんな要素が入っているいいステップですね。疲労はどうか。トリプルフリップ、厳しい筋力トレーニングを積んできました。スピンの、入りかけでちょっとバランスを崩してしまいましたね。さあクライマックスです。ストレートラインステップ、ご覧ください。
この拍手。会心の演技、素晴らしい演技をスタンディングオベーションで称えます。あ、五十嵐さん、これはもう本人納得の演技なんでしょうね。そうですね、もうとにかく滑り始めからよくエッジが滑ってて流れができてましたよね。それとやはり、立派だったのはすごく、これトレーニング積んでる、体力ができたんだと思うんですけど、最後の最後のスピンが全く回転スピード落ちなかったんですね。すごい苦しいんですよ、ああいうところのスピンというのは。終盤にスタミナが切れて、これまで痛々しいミスが続くという場面もあったんですけれども、この4回転惜しかったですね。ちょっと最後の最後に回転が緩んでしまいましたね。トリプルアクセルからトリプルトーループのコンビネーション、これは着氷がしっかりしてます。姿勢もいいです。この最後 のストレートラインのステップなんですけれども、これいろんなポジション、体のポジションを作ってるんですけれども、先シーズン の高橋選手と比べてですね、全く違うのはやはりその状態のブレがないということなんですね。この腹筋背筋がですね、これ相当できてますね。週の多くの時間に筋力トレーニングを取り入れて、その成果が出ました。最後まで見られることがありませんでした。長光豊コーチです。あ、この驚き、技術点が 76.14、 これは高い得点、これは高い。あ、そしてプログラムコンポーネンツも7点台、スケーティングスキル、スケーティングの技術が 7.5 出ています。これは文句なし、218.54、 自己ベストでトップです。高橋大輔、会心の演技。